ちょっと待ってください。小田博美です。立憲民主党渋谷を代表して質問いたします。あ、ちょっと待ってください、消えちゃった、ごめんなさい、立憲民主党渋谷小田博美議員の羽田新ルートに関する要請書について2点のお尋ねですが、一括してお答えします。私からの要請文に対する国からの回答はありません。また議員ご発言の管制システムの改善により増便が可能であるとのくだりについては、私は国から増便につながらないとの説明を受けており、運用停止を求める声明を出す考えはありません。杉浦副区長。私には区民への奉仕について、むしろ業務標準化をきっかけにとして行政 DX をさらに強力に推進し、区民福祉の向上に、ネット上でのいじめ対策に、答弁漏れだと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に選挙管理委員会の皆様方が議論していただいているのかどうか議事録を要求したいと思います。そして杉浦副長、女性初の副長ということで、初々しい答弁でした。ぜひ今後頑張って、ぜひぜひ人事をやっていただきたいと思います。そして澤田副区長に関しましては本当に安定したご答弁ありがとうございました。あとね、何言おうと思ったの、まあいいや。私たち立憲民主党渋谷は区民の皆様のに寄り添ってその声を癖へと、終わろうと思ったの、実際質問した方がいいですか。もうじゃあもうダメ、ちょっと終わります。ありがとうございました。